この度信長様と夫婦の契りを結ばせていただきます。ふつつか者ではありますが、どうぞよろしくお願いいたします。夫婦？まあそれは置いといて、とりあえず俺のことが好きだな。そして大事なのは年齢だ。最低18歳以上。君今何歳？15歳でございますが。はいはい、失礼します。逃がしませんよ。約束は約束です。うるさい。もしもし、警察ですか？突入！この服！突入！バレないようにこっそり取る！すいません、ちょっとお話よろしいですか？え？どうしたの？誰か捕まったんだって。取りましたよね、子供。盗撮してたんですか？違う。一緒に来ていただけますか？お話は署で聞きますので。いや、はい、逮捕。なんで私にそんなに執着するんですか？え、それは好きだから。うっかり言ってしまった。けどこのやってしまったかも。また兄、私すでにお赤飯を炊かれているような人にはかけらも興味がないんです。もしもし、警察ですか？おはよう。今日も寒いね。うん、でもこれ姉ちゃんが選んでくれたの。あったかいよ。じゃあこれ貸してあげるよ。いいよ。あったかくてすごく気持ちいいよ。本当に平気なの？うん、巻いてあげるよ。ほら、早くこっち来て、ひなちゃん。ちょっと来なさい。何？通報のあった不審者を確保。おい、見ていたぞ。あの小娘と一緒にいたの。聞きたいことが。誰か助けて！おい、そこか！確保しろ！違う、だから私は何も。人の話を聞け！逮捕。私は色気があるとはとても言えません。殿方を興奮させるには至らないのでしょう。機長。そうでもない。興奮は余裕でできる。だってゲームとかで普通にいるもん。お前みたいな地止めクールロリー、そういうの大好きだもん俺。地止めクールロリー、その地止めクールロリーが氷を求めてくるんだぞ。そりゃ興奮もするさ。はいはい、失礼します。私がマシロタンをいじめるわ。マガオ、大丈夫。この世で一番可愛いのは小紅だけど、幼女も大好物だから。マシロタン。お風呂の場所を教えていなかったわね。じっくり説明してあげるから、一緒にいらっしゃい。遠慮します。そう言わないで、マシロタン。
ホ、うん、早速着替えるとするか。ちょ、こんな往来で脱ぐな。もうまたおまわりさんに捕まっちゃうよ。警察とは本当に融通が効かないな。奴らはもう少し人の話を聞くべきだ。では聞かせてもらおうか。む、逃走中の変質者発見。往来で服を脱ぎ少女に迫っている。これより確保する。待て、誤解だ。言い訳は聞いてやる。だから誤解だ。続く。最近怖い人がいるんだって。怖い人？学級だよりに書いてあったよ。帰り道は気をつけなさいって。それなら僕と帰れば安心だよ。そっか、あつしくん頼りになるね。まあ嫌だわ、ほんと。巨大不審の男が女の子を。おい、何やってる。はい、逮捕。次は千冬の番。お、俺のじゃん。アンド、あんた私らに何着せようとしてんの。違うって、俺が着たかったんだよ。あ、だってなんかかっこいいじゃん。アウト。はいはい、失礼します。確かにおっぱいは小さいし少年のような格好。でも逆にそれが小動物的な可愛さを醸し出している。カメちゃん、明治時代カメって何を意味してたか知ってる？え、これって、西洋系のことをカメって呼んでたんだ。つまりこうなるのは君の運命なんだよ。よしよしよし、カメちゃんはここ撫でると役に立つ。確保しろ。アツシ君の鬼の役すごかったってみんな言ってたよ。ねえ、やってみせてよ。見たい。よし、鬼だぞ、ガオー。あー、誰か変質者よ。おいこら、待ちなさい。待ちなさいって。この辺りのはずなんだけど。って、もう一回手を自然に。もう少し先かな。あなた、確か夏祭りの時の。違います。え、お姉さん、どこ行くんですか。姉妹か。それにマイカさんは黒髪ですし。え、黒髪ロングでーセーラー服でー敬語キャラでー真面目なのに天然ド S なギャップが最高に燃えて大好きでーす。え、続く。初めて見た目以外を見てもらえた。仲良くなる前は外見で判断するしかありません。内面を知ってもらうには時間がかかります。あいつの言う通りだ。あいつのことは気に食わないけど。お嬢様、ご立派です。はい、逮捕。ひなちゃん。あつしくん。ねえ、休み中の宿題全部終わった？うん、終わったよ。ねえ、見せて。ダメだよ。どうしてもわかんないところがあってさ。お願い、見るだけ。お願いだよ、ひなちゃんのが見たいんだ。いけないんだよ。見るだけで何もしないから。うん、それなら。はい。あれ、あつしくん。わー、ちょっと見せてもらうだけだよ。また言うか。はい、逮捕。純一くんがどれだけモテようと僕らには関係のない話さ。そんなことよりも見てよこれ。この辺りの可愛いどこにすっかた地図さ、すごい。ミノル、おそらくそう遠くない未来にお前の目の前に法の番人がやってくる。頼むからその時俺たちの名前を出さないでくれ。照れちゃって。いや、そういう意味じゃない。続く。